こんにちは、かくすけです。やっていきましょう、両手いっぱいに芋の花を。続きです。前回はね、ちょっと果敢にも無謀にもスライムの王様に手を出したところ、やられてしまいました。これはレベル上げをしたいな。スライムの君主強かったね。いくらでも蘇生してくるし、やるべきことはないかな。クマちゃんすごい強かったしな。どうしよっか。これってもうあればそのままですね。どこ行こうかな。私が今そこにいるんでしょ。ちょっと敵倒していこうかな。後ろに下がってこっち行って、大ネズミたちをね倒していこう。はい、ピッ。これはまあガードの先手必勝だよな。当たった。弓だから早いと思いきや、そんなことはなかった。構え直しが必要です。ちょっとな、精神力もうちょっと上げたいね。嘘、やられてる。いつの間に、なんだって。構え直そう。この攻撃、はい、なんだって。この子は、はい、ぼよ。なんだって。構え直し、先にやっちゃい。この子が一番早いんだね。レベル上昇だ。やったね。調査員を強くします。機能。つけるよ、そりゃ。盾修練をね、やっぱ上げないとね。アクティブザグさん、シルクちゃん、治癒がなぁ。回復が難しいな、タイミング。毎ターン回復とかを大事にしないといけないかな。なんとスピードが、技巧依存とかあるんだ。霊感って何？魔力とかアップするのね。槍修練な。これだとちょっとな。復活ね。どうしよう。すごい、回復の技能でありながら動作開始が遅くない。いいな。難攻でいくか。スピードがある方がいいなって感じてますね。で、弓修練を、ついに狼を呼び出せるぞ。ちょっと呼び出してみよう。よし、おとりにはなってくれるのかどうか、そこが結構大事だと思う。で、またさっきのこの子をね、後ろからやりましょう。ちょん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 。技能、狼の呼び出し。はい、やった。狼呼び出しは、あ、すごい、修練じゃない、精神力低い。よし、オーガくんは防御して、こりゃー、おそらく、おとりにはならない。でも体力ゲージがあるってことは、狙われることあるのかな、あの子。いけ。いいね。この弓の子って結構、構え直しがよく発生するというか、なるほど。結構精神力の消費が激しいからね、困ってたんだけど。いや、これならいけるかもしれないぞ、次こそ。あ、
これは普通に攻撃しちゃっていいかな。うん、こりゃ攻撃だ。パン、オッケー、いけるかな。あ、違う違う違う、いけるかな。あら、重り下がってる状態になってるのかな。どうしよっかな。大ネズミとか、いや、一回なんか別にペナルティとか、下がってる状態だ。ペナルティとかないよね、やられてありがたいとか言ったような気がするもん。てか君さ、うん、薬草取ってきてって言ってるんだよな。迷宮内にもいるはず。うん、あの可愛いマンドラゴラだよなここの開発者さんのあの可愛いマンドラゴラ。攻撃して、攻撃して、ここで違うな、蘇生されちゃうからこっちだな。攻撃して、攻撃して、これですよ、技能の狼の呼び出しをする。これで全然変わってくるぞ、きっと。ポーン、よしよし、よ、狼ちゃんを狙っているし、ゴブリンくんは命中率ゼロ。うんうん、よし、この子を狙い撃ちだ。射程外だが当たる。いけいけ、いいぞ、よし、回避回避回避、よし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 、ふんふんふん、あー、ガードできない、まずいな。頑張り直しだ。これは食らうことを予想して回復しようと思ったけど、この子も狙われているからガードだな。うん、攻撃、はい、頑張れ頑張れ、狼くん、いけ。さあ、やっぱりオークさんやられるよね、そんな狙われるとね。構え、あ、やばやば、また構え直しが発生する。くぅ、苦しい。え、あれ、オオカミくん、ひょっとしてオークさんを、え、オオカミさんを生き返らせようとしてる、ひょっとして。だとしたらすごいんだけども、とてもありがたいんですが。あ、だだだだ、あ、よし、回避した、いいぞ。あー、あ、やったー、すごっ、オオカミくんすごい。マイナス 20% だから当てられる心配はないな。 80% で当てるか、それともオオカミさんが狙っているスライムはどのスライムさんですか。射程外を考えるとこっちでいいかな。よし、ボス倒すぞ、もうすぐ。うん、あ、あっちの、血のスライムだったか、オカミくん。いなくなっちゃった、オカミくん。まずいぞ、それは。オークさんガードして、回復、癒しの軟膏しよっかな。でも、銃耐えられるよね。一回防御するべきかな、これは。それとも、オカミくんだけ呼んどく？オカミくんだけでも呼ぼうか。あ、クールダウン発生中か。ガードしようかな。でもあの人早く倒したい気がするんだよな。でも回避に頼りすぎるもん良くない。よし、回復、いいぞ。バラバラに攻撃してくる厄介なやつ。ガードの、うわ、構え直しが必要だ。ここで倒してしまいたかった。痛い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 、ギャー、構え直している。うわ、構え直しが必要だ。これ避けてほしいな、ぜひ。この子はもうどうしようもない状況だと思う。ガードしたってっていう感じがするな。癒しの軟膏で、どうしよう、コブリンさんだけでも回復するか。いや、ガードに頼ってみよう、もうちょっと。やれ、いけ、これはガードだな、辛いな。あとちょっとで呼べるぞ、狼が。うん、はい、この人倒すか。で、えい、オッケー、よし、オッケーオッケーオッケー、前で
ダンクしてくれてる。わー、やった、狼読みなし、いいぞ。まさかの復活魔法まで使えるなんてね、狼さん。あ、狙われているな。うん、これは一度構え直しが必要だな。うわ、強かった。なんてこった、せっかく呼んだのに。ガードするしかないじゃないか。あなたたち構え直してて。あー、やれ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 、倒して、オッケー、強いぞ。これガードで、ガードしてからの構え直しが必要なんだ。あー、やば、あら、あら、これは詰みですね。3食らうでしょう。あらー、惜しいなー。レベル上げなのか、あ、装備だ、装備を強くしよう。そうだ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 、お店があるんだったね。うんうん、ここで、ちょっと、手伝って、革持ってきた？革持ってきてないね。はい。あ、取引がしたいってあったね。取引。うん。即席の斧と、あ、レザーハンマーがいいんじゃない？わ、でも、鉄がもうギリギリだな。ちょっと待てよー。あっちの人は、でも、家事道具がないとダメなんだっけ？うん。まだダメだ。じゃあ、やっぱ、うん。取引だ。レザーアーマーかな。12の耐性がつくんでしょ？ちょっと待って。防御力が、どれで見ればいい？アイテムかな？防具。12と10の違いでしょ？うん。あ、ボロボロの鎧分解してもゼロか。ローブ。ローブ、いいとは思えないんだが、でも、軽装、中装の違いか。そっかそっか。ちょっと待てよ。それを考えると、この調査員くん、ピムくんの、技能で、この子は、軽装、中装か。あ、じゃあ、いっか。あ、会議欲しいね。となると、やっぱ、防具かな。即席の斧プラス5も欲しいけども、斧の奥さんは攻撃よりも防御なので、レザーアーマーにしよっかな。うん、オッケー、よし、これを装備して、レザーアーマーをつける。おがくずの鎧にしてもいいけどね。あ、この子すごい回避するから。あ、じゃあ別に。この子回避するから、この子をボロボロの鎧にして、この子をおがくずの鎧にしよっか。どっちだろうな。楽の方がいいかもしれない。まあ、いっか。これでいこう。よし、強くなったぞ。でもなー、なんか確実とは言えないよなー、今のところ。お、大ネズミ一匹か。ナイスがいるところで、レベルを上げて。まあ、倒せるでしょう。余裕ぶってるよ。まあ、いけるでしょう。はい。オッケー。レベルあと1ぐらい上げた方がいいかな。てか、私たちレベルは3。よし。大ネズミ。おりゃおりゃ。レベル上げだ。よし、50、半分までいったな。
そっち向きに敵がいるから、よし、よし、えい、うん、赤い火だ、あれだから、えい、よし、構え直し、オッケー、ネズミの毛皮だ、あ、毛皮ゲット。ちょっとこれは一回取引に行ってみるべしだな。方向音痴が発動している。まあ、倒すか。これは防御しようかな。方向音痴なのよー。こういうゲーム。よし。これも倒すでしょ。あ、うわ、ボスだった。しまった。油断した。ガード。よし、狼を呼び出すぞ。決定の。オカミ最強ですから。オカミ最強。この子は構え直してガードしての攻撃だな。うん、後ろからやっちゃえ。OK。オカミくんちょっと外さなかった？防御、攻撃。防御、うん。いいぞ。よし、ガード、攻撃、攻撃倒せるかな。うん、ドン、オッケー、やりました。ガード、構え直して、構え直しはちょっとショートカットでやれると早いだろうな。構え直し、いや、ガード、攻撃、攻撃、いや、もう倒せるか。狼くんやられている、いつの間に。オッケー、いいよ。あ、もうレベル上がりそうだな、もうすぐ。うん、まあ、こっちに行きたいわけではなく、こっちなんだ。あ、開かない、開かないところか。ここだ、ここだ。皮持ってきたよ。ネズミの毛皮。あれ？あー、発電。あー、ネズミ毛皮一個とっていう感じか。じゃあまだ全然ダメだな。熊狩りも厳しいでしょ。熊レベル50ぐらいだったよね、確か。レベル上げていきたいが、もう敵があまりいない。あれ、熊だし、うん、違うな、こっちか。あ、違うな。あー、向きが、向きが、もう、さっぱりポンですよ。よしよし。んで、ここの先に敵がいると。後ろからやれるな。やろうと思えば、きっと。後ろからやるには、そうやっていくのね。こっちから回り道していって、オッケー、攻撃、攻撃、攻撃、トントントン。あ、呼んだ方がよかったかな。よっこいしょ、よっこいしょ、呼ぶ、いいよ、よし、回避。カミちゃん、攻撃、ガードしよっかな。えい、あ、あ、ちょっと待って、重なっちゃったね。構え直し、攻撃、構え直し。よし、やったでしょ。オッケー。お、レベルアップ。ここでレベル上げた方が良かったね。よし、調査員のザグさんが。うん。盾修練しまくった方がいいな。うん。修練、修練。武器よりも、あ、でも重装もいいんだよな。スタミナの最大値も8上昇だと。しかし今重装じゃないから弱いんだ。なるほど。これが中層修練の方がいいんだな。あれ、どうしようかな。ちょっと一回取りやめて、これあげたいけども。
か、受け能力を上げるか、ガードが崩れるんだよね。でも将来的には多分中層よりも重層をつけるようになるんだよね。だからこれが意味あるのは今だけな気もするな。だからやっぱ重層じゃなくて盾、安定の盾かな。でシルクちゃんは回復させたいんですが、そういうのがあるんだったら耐性、火の耐性か。違う、この子か。そう難攻を上げてるんだよね。でもスタミナの最大値アップってすごいね。これは悩みどころ。回復よりもスタミナな気もしてきたな。こっちだな。スタミナ上げないからには始まらない気がする。レンジャーもね。しかしレンジャーは今後軽装になるような気もするんだよね。あ、クマはでも再使用の時間を考えると、クマとオオカミ交互に呼べると結構いい感じよね。ということでクマ呼び出します。確定。もうピムはね、動物たちに頼っていこう。よし行くぞ、よし行くぞ。よし、今回の動画はこれを倒して終わるぞ。攻撃、これはい、まずオオカミ呼ぶ。確定。あ、そっか、スタミナを使ってないだけで精神力結構使ってるのか。召喚にスタミナと精神力忘れてた。狼狙いでしょう。ガードして、まあ後ろを攻撃するよね。頑張れ。お、回避いいぞ狼ちゃん。わ、もう評価してる。あ、バラバラに攻撃してくるパターンね。ガードの、いや40パンなら避けられると信じてる。えい、くらっている。食らっているぞ。あー、ピムは大丈夫でしょう。あ、ガードできない。構え直し。これはやられたパターン。仕方ない。それはもう仕方ないね。構え直しが入ります。避けられるね、ピムはね。大丈夫だな。あー、いいぞ。あ、構え直してる。よし。このタイミングで自分も構え直し。あれ、自分にバフをかけようとしているね。ありがたいタイミングで。よし。いけ、よし、やったぞ。ガードの、これは回復するタイミングあるね。治癒ですからの攻撃。ここで技能がさらに登場です。クマちゃん呼ばなくても今回は大丈夫そうだけど。うわーい、クマだ。ガード攻撃。よし。いけー。ペッ、よし、やったね。あ、クマちゃん守りもしてくれるんだ。すごいね。いいぞ。ありがとう。やった。ついに倒した。ポロン。やったね。で、後ろに宝箱がね、あることを私は調査済み。ラウンドシールドだ。やった。これは装備でしょう、ザグさん。防御力自体は下がるけど、回避補正が入るんだな。いいと思う。いいぞ。オッケー。これで、どうしようか。これで、ちょっと待てよ。どこを開ければいいんだ、次。から開けて、ここも開けるっていう感じか。真ん中のところってどうやって開けるんだっけ。あらー、わかんないわ。わかりませんわ。でもなんとなく今開けてるところは両方いらなくて、だからこれ外しの、
これも外しか。これ外しの、どことどこだろうな。どれが宝箱だっけ？ここと、あ、これで、なんか、マークでこれがここにつながってるよっていうのを、地図のマークで示していれば、こうやって何回も実践せずになんとかなったかな。あ、よしよし、ここここ。あ、よしよし、ここここここ。よしよしよし。狙っている通り。わっ！暗がりのマンドラゴラ。マンドラゴラがいる。でもちょっと待って。先にこっち見して。ほい。こう。あっ！あ、飛び降りるには高すぎるな。しかし、覗き込みで。あー。うん。なんか恐ろしい光景が広がっていた。敵が多すぎるね。なんとかして遭遇を回避できないかな。遭遇回避したいね、これは。うん、ちょっと苦しいっていう感じだな。上があるんだ。見つけてなかったね。で、こっちも。よし、こっちだ。マンドラゴラ。行くぞ。地中待機。地面に潜ろうとしてるよ。地中のマンドラゴラを攻撃しないように注意してね。そっかそっか。オッケー。そうよね。マンドラゴラって引き抜いた時にすごい叫び声を上げるんだよね。で、あれは呪い攻撃をしてこようとしている。暗がりのマンドラゴラ。強力なカウンター攻撃を持ってるから動きをよく見てね。植物の怪異は剣による斬撃や炎に弱くて、メイスやハンマーによる打撃攻撃には打たれ強いよ。打撃は今ないんだよな。で、それは毒で体力を徐々に削られるよ。早めに決着をつけるか、戦闘中に都度体力を回復してね。ガードしても毒になるのは防げないよ。分かった。じゃあもうやるしかないっていう、あ、違う、この人ガードしてやるしかないってやつですね。そっか、精神力結構減っちゃったから一回帰ってもいいかな。で、あの音懐かしい。ヒーラーは二度死ぬで聞いたことある。ぽよっていう音。また毒攻撃をしようとしている。はい、 OK です。ああいうカウンター持ちの敵はあんまり召喚とかしちゃダメよね。あれは自己再生力を高めて体力を持続的に回復させる魔法だよ。長期戦に持ち込まれないようにね。どうしよっかな。どうしよっかな。あ、可燃性スライム先に、あ、呼び出そっか。クマちゃん。クマちゃんがカウンターを受けるだけならまだいいんですが、どうなんだろうか。ガード攻撃。別に守らなくていい人を守ろうとしてるな、クマちゃん。あら、あららららはんはんはん、先に倒そう。しかし構え直しが必要。あ、構え直しが必要。うん、先にこの子を倒そう。そんな、クマちゃん守らなくていいよ。ちょっと困った部分あるな、クマちゃんは。ねえ、守ってばっかりだ。攻撃してくれ、クマちゃん。その、あ、クマちゃんってひたすら守る子なのかな、ひょっとして。よし、いいぞ。オッケー、マンドラゴラの歯ゲットだ。ありがとう。映画、マンドラゴラの頭に生えている歯。鼻を近づけすぎると粘膜を痛める。有史以来、あまたの権力者が栽培を試みたが、いずれも手痛い失敗に起こっている。ネズミの毛皮。面白いな、こりゃ。このマップがありそうだ。細やかな毛を持つネズミの毛皮。通常のネズミと同様、巨大ネズミもまた人の生活圏を生息域としている。黒死病の流行した時代には、夜ごと姿を現しては人々を恐怖に陥れた。いなくなるのは住人が死に絶えた時だけだった。恐ろしいな。わ、まだいる、いっぱいいる。あ、ちょっと今は精神力が尽きてしまったので、また帰るべきかな、この状態でね。
で、マンドラゴラの歯を手に入れたからあの人に報告はできるでしょう。あの人を助けることはできるでしょう。助けたことによって何か起きたりするかな。間違ったね。この下にいたね。こっちの、あ、よしよしよし、この人。マンドラゴラの歯を手渡した。あー、これで血を止める軟膏を作ることができます。助かったわ。なんとお礼を申し上げてよいやら、心より感謝いたします。そうだ、お礼にこれを差し上げます。どうかもらってください。野草取りのブーツを手に入れた。2段上の高さから飛び降りられるようになった。やったね。私はここでしばらく休んでから地上へ戻ろうと思います。どうかお気をつけください。あ、助かったみたいだね。よかった。地元の人みたいだね。元気になったらまた会えるかな。やった。また会えて新しくなんかできることが増えたりしそう。これキーアイテムなのね。あ、そっかそっか。革製のブーツ、厚底になっており、投範時の膝への衝撃を吸収する。より安全に高所から飛び降りられるので迷宮探索においても有用。2段以上上の高さから、高さの床から飛び降りることができる。ああ、読み仮名ありがたいね。振り仮名ありがたいね。動画実況やってる身として、うんうんうん、いいぞ。どこにあったっけな、そういうの。飛び降りが必要なところってどこだったかな。どこだったかな。でも飛び上がりはできないんだよな多分。どこだ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 。飛び降りられそうなところは、あー、そこ、あー、どうにか敵が多すぎるからどうにか避けられないかなって言ってたところだ。うん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 。まあでもあの先に進むと考えると一回帰るべきかな。うん、帰ろう。ちょっと待ってよ。帰り道、よし、帰って、でもう一箇所ね。あそこ最初のあの洞窟、ありがとう、洞窟のところにも飛び降りるべきところがあったと思うので、次回はね、そちら飛び降りていきます。ではでは、ご視聴いただきありがとうございました。